ここからは天気予報をお伝えしますこの時間の外の様子を見てみましょう京都四条大橋の様子です京都市内も今日は23.7度まで気温が上がりまして心地の良い秋の気配となりましたここしばらくなかなかね秋が短くて気持ちのいい日っていうのがなかなか味わえないという風うに感じていた人も多かったんじゃないかと思うんですが今週はまさにそういう日が続いていますね明日も日中は 爽やかな秋の陽気となってくれそうです詳しくお伝えしていきます今夜9時から天気の移り変わりを進めていきます夜になりますと北部の方でだんだんと雲が増えてきまして日付が変わるくらいに沿岸部中心に北部パラッと雨の降るところがありそうですただそれも一時的で明日の日中は北から南まで日差しがたっぷり届いて明日の日中も各地で秋晴れとなる見込みです 明日の天気をマークでお伝えします北部に雲がついているくらいでその他は晴れマーク1つですね北部も朝までは多少雲が多いものの日中はどんどんと晴れてくる見込みです各地で日差しがたっぷりと降り注いでくれそうです明日の予想気温です朝の最低気温はだいたい今朝と同じくらいというところが多くて10度から15度くらい今夜も昨日の夜と同じような服装でお休みになって大丈夫そうです 一方、日中の最高気温は、今日よりも少し低くなるところが多いでしょう。北部は北風が吹いて、十八度から十九度くらいの見込み。二十度には届かないでしょう。京阪神から南の地域では、二十二度前後の気温ということで、明日も長袖シャツ一枚でちょうどいいくらい、気持ちよく過ごせるくらいとなりそうです。さて、台風の情報をお伝えします。今日発生した台風二十五号。この先の進路がちょっと心配でして。 どんどんと発達しながら西寄りに進んだ後北に進路を変えて今度の土日台湾ですとか沖縄の先島諸島に近づく恐れがありますその後の進路についてはまだ不確実な状況なんですが台風が湿った空気を運んでくる可能性もあります今後の情報にお気を付けくださいでは週間予報です 晴れの天気全域ですっきり晴れるのは明日までとなりそうなんですね木曜日も北部と中部は晴れ間がありますが南部だんだんと湿った空気の影響で雲が多くなってきそうです金曜日から日曜日にかけては広い範囲で曇りや雨のぐずついた天気となりそうです七五三などのイベントを予定されている方もいらっしゃると思いますが雨の降り方まだちょっと不確実ので最新の予報を確認するようにしてください で気温なんですが日曜日にかけては平年よりもかなり高く、10月並みの高さが続くんですが、来週は寒気が流れ込んできまして急に気温が下がります。来週は寒さが戻って紅葉、木々の色づきも来週はどんどん進みそうです。最後に洗濯情報です。明日も各地でだいたい洗濯日より、南部は明日のうちに片付けた方が良さそうです。